お集まりいただきましてありがとうございます。友井祐介の件につきまして、相手方の女性、並びにご家族の方に、多大なるご迷惑をおかけしたこと、改めてお詫び申し上げます。そして応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様ですね、本当に、ご心配やご迷惑をおかけしております。本当に申し訳ございません。今回友井祐介の、引退につきまして、事実関係を、すぐに、メンバー事務所に集まりまして、確認したところ、友井の記者会見で、本人からお伝えしたように、すべて、記事の通りであるということでですね。でも我々としても、まあ、本人、も含めまして同じ思い、まあ、これはもう本当に引退するしかないという結論至りましたので、そして我々も改めて、記者会見をさせていただきまして、ご心配をおかけしている皆様や、ご迷惑をおかけした相手方の女性、ご家族の皆様へということで、こういった場を設けさせていただきました。ここからは、個別で、お答えさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。今回友井さんが抜けたことによって純烈の解散ということはないんでしょうか？それはもうないです。この4人で、本当にありがたいことに、頑張れと、言ってくださる方もいますし、やっぱり純烈はここまでの、結成からの11年の道のりをやっぱり目の前に、仕事をくださった方になんとか報いたいという思いで全力でやってきたグループ で、こういった、まあ、友井の件でね、いろんなご迷惑をおかけしたにもかかわらずスケジュールを据え置きしてくださった、関係者の皆様、そのまま4人でね頑張ってくれっていうことをね、チャンスを与えてくれた皆さんに、これはやっぱり純烈としてここで解散、もちろん友井の事実関係、友井が全て認めたその瞬間、本当に自分の中ではこれは解散なのかっていうことももちろん頭の中にはよぎりましたけれども、でもやっぱり応援してくださっているファンの皆さんや健康センターで支えてくれた方々を思うと、やっぱりここから僕ら4人一致団結して頑張るということも含めて見せていかないと、やっぱり夢の紅白歌合戦をつかんで、これからどんどん全国にお礼を言いに行こうという矢先だったので、そのお礼を言えないということはやっぱりありえないなって自分の中でやっぱり思いましたので、純烈が解散するということはありません。どうしても一点疑問に思ってしまうのが、皆さんやはりこう地方に行って11年間一緒に共にしている時間が非常に長かったと思うんですよね。でその中で友井さんに例えばああいう DV のトラブルがあった、金銭的トラブルがあったということをメンバーの方が全く知らなかった、あるいは何の相談も受けていなかったのかというところを非常に疑問に思ってしまうんですが、皆さんは全く知らなかったんですか？純烈結成の時に、友井が一度離婚の経験をされている、インターネット上にその離婚の原因ということでね、 DV というフレーズがあるということを僕は知人の方から聞かされて、でやっぱり心配になりましたので、友井本人にこういうことを僕は知人から聞いてね、そのインターネット上にそういった書き込みがあると、お前やってんのか、やったのかいっていうことは聞きました。でその時友井はいや、やるわけないだろ、やってないっていうことを、まあ、僕は信じてここまでやってきたんですね。
でこういったまあ形で本人が認めるという状況であったり、本当にあの迷惑ね、本当にあの傷ついた女性がいらっしゃるということの事実を本人からやっぱり聞かされた時に、じゃああれは本当だったのかいっていうね、そういうふうに感じました。だからこの11年間なんていうんですかね、報道にあったような英子さんへの DV、 あとは赤ちゃんのこと、あとは B さんのお金のこと、これは分からなかった。純烈のメンバー本当に苦楽を共にしてきて、苦楽を共にしてきたのにこんなことになってしまったと思うんですけれども、一番強烈に残っている友井さんとの思い出を皆さんそれぞれ教えてください。いい思い出、あ、もうそれはどちらでも、はい、そうですね、何度もやめようとしたんですよね、あの人。だからじゃあやめろよって言ってね、でほとぼりが冷めるとごめんなさいっつって言ってくるみたいな。まあ僕の5つ下なんですけど、まあ弟みたいなもんで、なんていうんですかね、こう2ヶ月3ヶ月に一遍こう噛みついてくる時があってね、とかそういうなんていうのかな、分かりやすい部分っていうのがすごく今こうやって質問を受けて思うのは、その素直すぎる性格っていうか、あいつの中で多分俺に噛みついてきてごめんねって言ってちゃんちゃんなんだけど、俺噛みつかれたこと忘れてないよっていう、そういうところに多分あの人は気が回らないタイプなんですよ。だから本当に今回のこの件も含めていろんなことがこうつながってしまったっていうかね、そっちの方に出てたのかっていう、もう今となってはこうそういう感想になっちゃうんですけど、はい、そうですね、僕はプライベートの思い出ではないんですが、ある時仕事で友井のお母さんを上京させてドッキリを仕掛けるという企画をやったことがございまして、で友井の口から、友井のお母さんの話についてはよく聞いていたので、でその時にその僕たちのスローガンである親孝行ということを番組の中で少しでも叶えてあげられるという企画だったので、僕たちも自分の母親ではないんですけれども、自分の母親に親孝行をするつもりで友井のお母さんにドッキリを仕掛けたんですけど、その時の僕は友井の笑顔ではなく友井のお母さんの笑顔が忘れられなくて、まあこのニュースを聞いて、どう思ってるのかなとか、それがすごく心配です。ちょっとたくさんありすぎてあれですけど、足の悪いおばちゃんがいたんですけど、その方に普段は温泉施設しか来ないんですけれども、
自分たちの単独ライブがあった時にその方が（笑）すいません足を悪いのをしてライブに来てくれた時にあいつが真っ先にそのおばあちゃんのところに行ってありがとうって言った時の笑顔が忘れられないです。そうですね、まあ本当にあの11年同じメンバーでやってたんで、数え切れないぐらい、まあ、メンバーでご飯とか行ったんですけど、まあ、本当は僕一番年下なんで取り分けたりとかそういう気回さなきゃいけないなって思ってパッとそういうお皿を見るともう誰よりも早くいつも友井さんがみんなの分きっちり取り分けて、僕の分まで全部取り分け切った後に自分は最後大きいお皿で食ってるようなそんな印象です。なんかもっと細かい出来事もいっぱいあったと思うしあれなんですけど、ごめんなさい、今ちょっと思い出したのがそのことでした。最後にすみません、2019年は純烈どのように活動していくんでしょうか。これはもう本当に、こういう本当にあのお騒がせすることになったんですけど、でもリーダーの思いとしてはやっぱりあの一生懸命頑張ってきたスタッフやメンバー、そして応援してくれたファンの皆さん、そしてもう引き立ててくれた関係者の皆さん、もうその方たちが本当にあの4人で頑張れよっていう、やっぱりここで失速して沈む純烈を皆さんにお見せして笑われる人生は俺は嫌なんですよ。なのでやっぱり諦めない気持ちを持って紅白歌合戦に出場させていただいたわけですから、もう本当にこの11年も本当に苦労の絶えない11年でしたけど、またここからもう苦労元年ということで本当に一丸となって必ずまたいつの日か僕らのようなグループでも紅白歌合戦にまた選んでいただけるように、また応援していただけるように、何言ってんだってほとんどの方が思っていらっしゃると思うんですけど、僕もそれは思うんです。だけどやっぱりいろんな夢を諦めなくちゃいけないことになって、今1月15日ですよね。でこの間の1月1日2週間前に僕ら紅白歌合戦に出演させてもらって、あの桑田さんの後ろで本当に大フィナーレ一緒に勝手にシンドバッドを踊らせていただいたり、やっぱりあのこのピンチをチャンスと捉えて思いっきり前向きに、僕らにはもうそれしかないですしね、このまま失速していく自分自身を今まで自分に関わった人たちに見せたくないし、このグループはそもそも自分の骨折から始まって、もうあの時も本当に自分は大ピンチだったので、今も大ピンチですけど、このピンチから這い上がるっていうそういう姿を本当に晒して必ずまた紅白歌合戦出るまではやめらんないですね。これさえなかったら2019年の年末っていう思いはこの間までやっぱりありましたけど、もう今はそういった気持ちは一切なくて、また選んでもらえるところまでとことんやろうじゃないかっていう、もうそういう気持ちしかないです。全然心もうぼっきり折れましたけど、今この会見に臨むにあたって折れた気持ちではとてもじゃないけど臨めませんでしたし、目の前の応援してくださる方にどんどん笑顔になっていく純烈をこれまで通り一日一日積み重ねていくだけです、はい。
後ともいさんとの付き合い方は皆さんどうされていく予定でしょうか。自分は多分純烈である期間はもうよほど偶発的じゃない限り接触しないと思います。やっぱり、あいつがね全部納得皆さんにしていただいた状態で突如楽屋に現れたら仕方ないですけど、でもそれは多分あいつももうできないっていう気持ちで多分この記者会見今どっかで見てると思うんです。なのでまた会いたい気持ちはゼロではないですけど、でも僕の中でもうあいつは死にました。なので会うことはないと思います。他の皆さん。そうですね、まずは、僕らもあの会見があって、あの前の大阪での仕事が彼にあった最後で、それ以降は会っていないので、あの僕としては彼の口から聞きたいこともたくさんまだあるので、それが心の中でまだモヤモヤしている部分もあるので、まずはちゃんとした僕らに対する説明というものを改めて聞きたいという気持ちはあります。ただそれが簡単なことじゃないということも分かっているので、それはなぜかというと彼自身がもう純烈という活動にピリオドを打ってる以上、また僕らの前に顔を出すということがもう気持ちの中でもすごく大変なことになってると思うんですね今。だけどいつでもいいので、いつかちゃんと説明をしてほしいなと、もちろん早いに越したことはないですけどそう思います。そこから先のことはもうそれを聞いて自分で何かが納得いった時に初めて芽生えるものだと思うので、今はそれしかないですね。まあ、その友井自身はもう僕たちに会いたくないというふうに思うんですけれども、でもやっぱり自分たちは残されたメンバーなので、今どういう気持ちなのか、どういうふうに思っているのかっていうのを僕自身は聞きたいなというふうに思ってます。自分は基本的に近いところで言うと会えないなと思っていて、やっぱり会って話を聞きたい気持ちももちろんあるんですけれども、それを聞いたとき今自分がこれから前を向いて見据えていこうと思っている方向からその強さがちょっとでもこう影響するんじゃないかと思うので、今は会えないなという気持ちで過ごしています。ありがとうございました。ご迷惑をおかけして本当にすみませんでした。